はい、久保さん、こんにちは。おはようございますかなおはようございます。気になる男、182話、182話ですかね。いつも動画、ありがとうございます。前回はえ、なるべく短期間に稼げるようになりたい人に、あ、サムネつけてないや。サムネつけてないや。サムネつけてない,ない。自分が今日はサムネを作っただけで満足しちゃって。あー、あちゃー。あちゃ <laughs> はい、ということで、まあそういうね、 え補足動画もつけていただいたんですけどね、ありがとうございます。そこで AI アートね、お話もしてたんで、まあ、自分の、ね、AI アートをすごい使ってますね。むちゃむちゃ使ってますね、本当自分顔出しなしなんで、その顔出しなしの、その画像ってすごい重宝しててというか、まあ、それがないと生きていけないんで、うん。 顔がないんでね、顔がないっていう、まあ顔ありますけど、バリエーションが少なすぎるんで、で、イラストやとかをずっと使ってたんですけど、ね、なんかその、表情がやっぱりイラストやってそこまであるわけじゃないんで、んで、そこでね、久保さんが AI アートっていうものがあるっていうのを教えていただいて、もう、バンバン使ってますね、もう <laughs>。 本当に。なんか自分のチャンネルが AI アートだらけになってて、これちょっと大丈夫なのかなと思って、あれあるんで、少しちょっとそれも考えなきゃいけないなと思ってるんですけど、今、こう、試しながらいろいろやってるとこなんですけどね。いや、まあ面白いなと思ってて、これ作るのに、で自分もちょっとこれ、あれなんですけど、確か、その、 絵を描く人と知り合いの人が、絵を描くの、AI アートみたいな、このアートを描く人の知り合いがいて、これ描くのどのくらいかかるんですかって聞いたら、やっぱね、1週間とかそれ以上描,ける描かないと大変だよって言ってて、あそんなに描くの大変なんだっていう話をしてて、さらに、その、やっぱ体調があんまり良くない方だったんで、それでも1週間、ね、毎回1個あげれるかどうか、コンスタントにあげれるかどうかとは言ってたんで。 まあすごい絵がその人の絵が好きだったんで、まあ、こんな感じなんですけどねすごい綺麗な絵描いてたんでうーんなんかすごいちょっと気になったっていうかね、まあ、そういうところがあってだから本当に今現代の IT テクノロジーってすごいなと思っててうーんなんかすご,すごさを感じますよねはいということでちょっと前置きはそんな感じでちょっと次に行くんですけども YouTube でお金を稼ぎたいということで、まあ自分が覆面 YouTuber アカデミーっていうね、顔出しなしでお金を稼いでいく、まあ広告収入で稼いでいくって戻りの塾をまあ開いて、まあ最近気になる男として、えー、久保さんからフィーチャーしていただいてですね、そしてこうやって、あの、ズーム対談とかを、もうほんほぼ今毎月させていただいて、ありがたいですね、こんなに毎月もさせていただいた上に、さらにこうやって動画のリレーもさせていただくっていう、まあ本当に、 えー、この上ない機会をいただいてるなぁと思ってるんですけども、まあ、その中でですね、まあ、ズーム対談した中で、そのチャンネル登録者1000人っていうね、いうところ、まあ、皆さん、YouTube をやるものであったら、まずここが目標なわけですよ。これがまあ壁なわけですよね。だいたいこの壁って普通超えれないんですよ。っていうかえ、え自分も始めた時に超えれると思ってなかったんで、そもそも、そもそもえようとも思ってなかったっいうか、もう、 超えれるのかなってかなな全然感覚が分かんなくてでまあたまたま自分はこううまくいったんですよねうまいところがあってで今、まあ、この1ヶ月で登録者1000人っていうねところがこの久保さんとのズーム対談で生まれたんですよねこれちょっとびっくりしました本当自分でも、うん、こうお世辞抜きでいや行く人がいたんだなっていうのがいや自分も1ヶ月で行ったんですよ正直言うと1ヶ月ちょっとでねでもこれは本当に いいジャンルに恵まれたとかいいそのなんだえっと波なんうの、ん、アクセスの波に乗れたからまあよかったんだと思ってまあそれで塾も開くことができたんでよかったと思うんですけどもちろん塾生さんの中にも1,000人登録した方いたんですけどこんな確かに速いスピードでは行ってないんですよねうんだからやっぱり、えー、その時だけなのかなと一瞬思ってたんですけどまあそれもさておきなんですけどそのなぜ達成できたかっていうところを 最近ね1ヶ月で登録千人いたんでずっと検証してたんですよ。何が、うん、っていうのをいろいろ調べてて動画の本数なのかっつってもいやこれは100本以内なんですね。80本なんですよ。確かにね毎日2本とか3本上げてますよ。でも今まで熟成さんもそういう方いたんで別に条件は変わんないなと思ってじゃあね今まで YouTube をやり込んでたのかとかサムネイルがすごい引きつけてもこれをね このサムネを見たらもうクリックせざるをえないのかっていうぐらいのサムネの引き付け力なのかっていうとうお成人抜きにそんなねすごいもうむちゃむちゃもうなんかこれはもうクリックせねばみたいな言うわけじゃないんですよ、うん、まあ言うたらその50代後半の方なのでねそんなすごいねテクニシャンなわけじゃないわけですよもうすごいサムネ凝ってるわけじゃなくてでそれでもやっぱり1ヶ月で登録者1000人いったわけですよね となると、ま,あ、まず一つに、えー、なぜ登録者線に行ったかっていうところを少しこう、何でしょう、解析していくとですね、ま一、あ、つ思い当たるところがあって、まずここは、まあ、選んだジャンルが良かった。まあ、これはね、まあ、間違いないと思うんですけど、まあ、うちの塾に入ったらこのジャンル、このジャンルっていうのはなるべく教えたくないところで、まあ、これに、これのためにね、えー、30万とかあお金かけてる人いるんで20万とか30万とかね。 うん、だからまあ正直このジャンルだけを知れればもうあとは勝手にやれるって人もいるんでそこにお金をかけてるってとこがあるんでまず確かにこれは絶対条件だね絶対条件だし、まあ、表現としてはこの徳,、ま、徳川埋蔵金みたいなものなんですよね本当にうに、ん、だからこのジャンルを知ったことによってお金稼げる方がまあ熟成の中でもねえ増えた増えたというかいたんで収益化条件も達成したんでねまあこれはまず ジャンルは絶対条件なんですけどでも当然ねそのジャンルを選んでもうまくいかない方は当然いますよねそれはね全員が全員できるわけじゃないんで当然稼げる人も一部稼げない人も一部何もしない人も一部なんでねみんなどれどれが一部なんかは全然わかんないわけですよ。どのの一部にななかははそれは自分が選んだ道なので ただ一つ言えるのは稼稼げげなないいいジャンルを選んでも稼げないということですねこれは間違いない事実であってこれも自分がずっと YouTube を始めてから、まあ、毎日更新というか毎日1日2本以上は出してたんで,でいろんなジャンルをこうやってたんですけどやっぱ勝てなかったんですよねまあ自分がやったジャンルっていうのはその、まあ、みんながよくあのやる、まあ、ひろゆきじゃないですけど、まあ、偉人の名言みたいなことをやってたんですよあのよくあるじゃないですか えなんだろう失敗しても立ち上がるとかなんだろう失敗は失敗のまま終わってすれば失敗だがえなんだろう失敗をそのままにしなければ成功となるみたいな,なんかそういう偉人の名言みたいなのあるじゃないですかそういうのをやってたんですよ成功者というのは絶対に諦めない人のことだとかねうん,なんかそういう,うんそういう系ですそういうケースともかくでも自分はそういうことが好きだったんでやったんですけどねまあ 要はアクセス回らないんですよね頑張っても自分の中でその偉人の名言はすごい好きで、まあ、趣味じゃないですけど続けれたんですけど一貫ん,んアクセスが回らないと要は武井壮さんとかそうだなイチローさんの言葉とかあと誰やったかなアントニオ猪木さんかちょっとね最近アントニオ猪木さんもちょっと亡くなっちゃったりしてあれなんですけど元気な時のねあの道とかねいや,やったんですよ。 あやぶんべ、やっぱああやまぶんな彼らちょっと喋れてないですけどね <laughs> あとはそうですねあとはミュージシャンの方ですよねやっぱミュージシャンの方ってやっぱ下積み時間が長いんで本当に下積み時間が長い時にこう紡いだ言葉っていうのはすごいやっぱりえそのなんだろう味があるんですよね例えば福山雅治さんだったらなんとかを垂れる神戸かなみたいな何だったかなだかその。 いつもその謙虚になれみたいなね稲穂と垂れる神戸だったかな,なんかそういうこととかを言ったりしてたりうん、うん、好き好きだからこそ頑張れたみたいなねそういうことを言ってる方と、うん、本当にいろんなようやったんですけどダメだったんですよね自分がこうやりたいしこれならいけると思って続けれたんですよそれは続けれたんですけどアクセスが開かないんで要は稼げにならないんでいくらやっちゃっても 拉致やかんわけですね正直言ったら。うん。で、いろいろそうやってる中でたまたまこう巡り合えたジャンルだったんで、まあ言うたらこれ運命を変えたジャンルだったんですよね、本当とに。まあ、これ多分、出会ってなかったら自分も今 YouTube してないんですよう。だってもう稼ぎはないんでね、もう、自分もその家庭を持ってる身だったんで、えその、 もう何月までに稼ぎが生まれなければもうサラリーマン戻るしかないよねっていう話をしててまあ現実そうだったんで稼ぎが生まなければね会社辞めて、まあ、会社辞めちゃったんでもうでそのあの会社辞めたらお金が月10万ぐらい出るんですけどそれももう終わり頃だったんですね確か一応コロナ特例で何ヶ月か伸びたんですけどそれでもやっぱり月10万ぐらいしかないんでもうそれがなくなった瞬間に完全にゼロになるんでもうゼロではちょっともうきついなと思って やってたら最後の最後でねうまあ、いこと言ったんで、まあ、本当にね、まあ、運が良かったというかうんうんだったんですよねでだからやっぱこの、まあ、これそれだけではダメでしたっていうのはこのジャンルを知ってるだけではダメでしたの話をしたくって当然ジャンルも大事なだったんですけどやっぱそれ以上に絶対稼がなきゃいけないっていう強い思いがあったんですよね自分にとってはもうこれはもうやめられないと。 や,やめたところで別に何もするわけじゃないんでハローワーク行くしかないんでねハローワーク行ってもやっぱりそんな魅力的な案件というか稼ぎな,ないんですよもうで一応話も聞いたんですけどうん何してたのみたいなね うんうん、一応働けるけどどうみたいなことを言われたんですけどいやちょっとなーっていうのはずっとあってとうももう YouTube で何かしら絶対稼ぐんだっていう気持ちがあったんですよっていうかもうそれしかできないなと思ってたんでそんなに体もねやっぱ強い頑丈なわけじゃないんで新しいことを覚えて新しい人間関係を育んで新しいだろう取引先の人と。 なんかうまくお弁チャラを言ったりあとはなんかそういうこともできるかなと思ったりもしてやっぱそういうのが辛かったっていうのがあってで今回体験プログラムに申し込んだ方っていうのも結構似た境遇の方で副業やってたんですよあの仮風通貨とか背取りとか転売とか本当ねいろんなことをや 出たみたくって、まああらゆる副業に5年間ぐらい冷やしてったらしいんですね。本当にで特にこの仮想通貨も稼げたらしいんですけど、やっぱりその塩漬けになっちゃったりしてまあ、苦い思い出をした。あとはせどりとか転売もしてたんですけど、市場が飽和しちゃって、やっぱりちょっと。 初めは稼げたけどやっぱりちょっと稼げなくなったっていうのがずっとあったらしくて、まあ、5年ですよ5年、うん、その中でやっぱ本業の収入が少ないということなんでアルバイトもしてたみたいなんですねだから本当にもうお金に対してはすごく切実に困っていたところもあってどうにかして本業以外でお金を稼いかなきゃいけないさらにもう50歳も終わっていくね徐々に定年が見えていって え会社がなくなったらどうするんだみたいなね、蓄えもそんなにあるわけじゃないって言ってたんで、えー、で、気づいたらしいんですね、やっぱ、気づいたと。でこれ、何に気づいたのかっていうと、まあ、たった一つの真実ということで書いてるんですけど、まあ、一人で稼ぐ、まあ、要はお金を稼ぐ、ネットで稼ぐっていうところでは、やっぱり YouTube が最も効率的ということにたどり着いたみたいなんですよね。それは自分がたどり着いたところとは全く違う歩みを経てなんですけどね。 ねえ、YouTube って何がいいかっていうと動画資産が積み上がると。で、それっていうのはこの毎日の頑張り、毎日の頑張りが、まあ、つながっていくと。日々つながっていくものがあると。そして、過去の頑張りが、まあ、未来を稼いでくれると。要は、チャンネル登録1000人いったら、まあ、過去の動画回る可能性があるんで、自分も過去の動画がいきなり回り出して、いきなりね、一晩で3万とか4万とか稼げたことあったんで、あれは驚きましたよね、に。そういうことがあるんですよね。 なので、積み重ねていれば必ず稼げるっていう喜び、そして今稼ぎたいっていう気持ち、そして過去の労働すらお金に変えることができるっていうのは YouTube しかないっていうことに気づいて、えー、そういうことで、まあ、YouTube、この前のズーム、久保さんとのズーム対談聞いて、えー、入っていただいたっていう経緯になったんですね。そしてね、この年末年、ね、始、そして2023年ですね、これから始まる、まあ、これからも一体どうなるか全く分かんない未曾有のね、もう不景気がさらに続くと思うんですよ。値上げも 物価もむちゃくちゃ高くなってるし、本当いろんなものが高くなってて、なかなか買い出しするね、えー、ちょっと辛い日々、そして年末年始もいろいろ買おうと思ったんですけど、やっぱ高いですね、何か何かしらなんかっていうのもあって、まあね、YouTube でちょっと言い方あれですけど、稼いでみたい方、一発一発当てたい方っていうのも、でもそういう軽いノリぐらいでいいと思うんですよね。どうせね、会社員でこのままやって、じゃあ、今の生活が。 劇劇的的にに変変わわるかとと、いうと劇的に変わらないと思うんですよ。やっぱ月5万とか年収うんあ、月に5万会社員で稼げる、稼いでいく、毎月、すごい大変だと思うんですよ、本当に。自分はあげれなかったですからね。てか、絶対無理でしたね。残業するのも月5万が限界だったんで、自分は。うん、どんなに頑張ってもですね。 それさらに残業の上限とかもあったんで、ちょっとやっぱきつかったんで、なので、まあ、ちょっと一発稼いでみたい、当ててみたいなって方は、YouTube やってみたらいかがでしょうかね。まあ、それをやってみてね、本当に判断すればいいのかなと思ってて、まあ、そしてね、12月の体験プログラムっていうのを先行割と今やっています。まあ、それいつまでかっていう、この12月20日の、まあ、久保さんとのズーム対談あるんで、それまでと考えてるんですね。 まあそれまでこのチャンネル登録者、まあ、1000人いった方もこのちょっと微妙に見えてるんですけどねこの1ヶ月 <laughs>、あのー、登録者1000人いった方もこの体験プログラムに入って劇的に変わったんでねまあ変わるこれを見てる方も変わる可能性はあるわけですよあくまで可能性ですけどねなのでもしそうやってねここまで見ていただいてる方は本当に、えー、声かけていただけると嬉しいですしね、まあ、もしねまだ そんなに気持ちが入ってないんだよっていうんであれば久保さんとのね12月20日稼げる2人の生活を稼げる生活をね支えているものの YouTuber の対談ということでズームありますんでねまたそれを見て気持ちが思いが高まれば声かけていただければいいですただ先行割っていうのはもうそこでそれまでにはもうしないので通常の値段というかね自分の思う値段で提供させていただくんですけど。 まあなのでね、もしここまで見ている方がいれば声かけていただきたいなと思うしそして最後に、まあ、メッセージというかですねやっぱり未知なるものに対してこう進んでいくっていう気持ち、まあ、これがあれば非常にいいのかなと思いますし自分も初めて YouTube やった時2年前、えー、は初めてやったんですけどやっぱ未知でしたよ全然わかんないし、えー、やり方もわかんないし誰か教えてくれる人がいるかっていうと、うん、誰に教えをこいていいかわかんなかったんで、えー、信頼できる人がそもそもわかんなかったんですね。うん。 なので、誰が信頼できるかっていうのは、やっぱり自分で選んでもらって、そしてね、それ相応のしっかり、えー、学ぶ、まあ、学ぶためにはお金絶対かかるんでね、うん、で、学ぶぞって、お金をしっかりかけて学ぶんだっていう気持ちがある方は、ああ、僕と一緒にやっていただきたいなと思うしね、そういう方を求めてますね、自分は。で、やろうと、年末年始やろうと、ちょっとね、お金かかるかもしれないけど、それでもね、やっていこうっていう方を、を自分と、 をもやっってていいきたいなと思ってるしね、まあ、そういう方に巡り会えるんのが本当にそういう機会があればいいなっては思ってますね。はいということでこの「気になるとかシリーズ」ねちょっと最後はいろんなお話させていただいたんですけど本当に200話までもうすぐ200話になるんですよね。あれあと何日なんだろうとそうだ200話までにねなんかこういろんな お話がずっっっととでききればいいなと思てててまますすそし年年末始やぜひね、いい年末を送っていただきたいし、そして2023年にね、向けて、本当にいいスタートを切りたい方は、あお声掛け、えー、自分にいただけると嬉しいなと考えております。はい、ということで、気になる男、第182はこんな感じで終わっていきます。そして、ここまで聞いていただき、ありがとうございました。そして、えー、久保さん、次回の183はまたお待ちしております。ここまで聞いていただき、 ありがとうございました。覆面ユーチューバー、高かお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。